ね、されていてください。なんか歌うチャンスがあったらぜひね、歌ってみてくださいね。次が初恋というね、ということですね。村下幸三さんが作られたご本人が歌っていらっしゃいました。初恋だって。初恋ですね。皆さんはご経験がおありでしょう。あの赤の本。そうです。あ、ごめんなさいね。41ページ。ありがとうございます。
昭和25年、多田敦子さんが歌われたワルネの素敵な曲。では、では、違う。
大根です。千秋さんなんだ、おかしくないそうだね。昭和50年のことでした。Yeah.
曜日の朝は146ページもらってください。赤い本でございます。田中芽です。作者の方はね、お姉様の赤ちゃんお嫁に行く姿、お姉様の後ろ姿を見てちょっと悲しくなっちゃったんですね。その時の思いを詩にした昭和6年にできた。Thank you.
降り大月さんなんですけれども、これ一番最初に出てきた時は雨降り大月という曲だけで、ちょっと短くてね、レコード化する時にこの同じ作詞作曲家が作った雲の影というのを合体させたんですね。それでちょっとね、後半の方がメロディーが変わるんですよ。それであのディアリカさん名乗っていただきました。後半のメロディー、それに合わせてちょっとドキドキしながら歌ってみてくださいませ。似たようなんですけどちょっと変わります。皆様149ページをかけください。昭和4年に発売されたレコードです。Thank you.
わらび会ですね。夏川りみさんが平成15年になりました。NHK の、ね、連続テレビ小説のチュロさんの中で歌われてたそうです。聖女に戻る、あと2小節、前奏めっちゃよ、本当？本当？何が？